様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今週は花水木をお届けしております。本日使いましたのはクリスタルゲーフルートです。で、今日の絵柄はアイビーですね。なんか背景とマッチしてますね。さて、花水木についてのね、プチ情報なんかも交えながらお話ししておりますが、今日は花言葉いきましょうか。花水木の花言葉は華やかな恋ということで、春になりましたら、はい、恋の季節でございます。人間もそして動物たちも、そして特に鳥たちが賑やかに恋をしていますね。はい、うちのマツコさんもとてもいい声で鳴いてくれています。これから多分夏にかけて初夏にかけてね、ラブコールが止まらないかと思うんですけれども、はい、それも含めて愛しいなと思うわけでございます。今日はいろいろな、楽器の中からでもゲーフルートでお届けいたしましたが、このゲーフルートって長さ的には多分皆さん比較的扱いやすい長さなんですよね。で、多分歌口もね、クリスタルフルートって穴がちっちゃいので、これぐらいが本当吹きやすいのかなと思うんですけれども、今聞こえてた音がどう聞こえてましたか皆様。私今、指的に一番下の全部押さえてね、指で、でソーラソーって弾いてるんですけども、実際に、ソーラソーと聞こえてましたでしょうか。もしくはそのフラットで聞こえてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。で、モダンフルートされてる方は指的にはレーミレーってやる方が楽なので、実際にはアルトフルートと同じように指使いは、デードゥアデーで、聞こえてくる音はゲールアーデーっていう感じになったりしますよね。そのあたりが、クリスタルフルートってシンプルな楽器なので、吹ける調がね、ある程度限られてるわけなんですよね。そのあたりはね、昔のルネサンスフルートだったり、バロックフルートに近いのかなと思ったりします。で、その中で全く半音ができないわけじゃないけども、半音って半分塞いだりフォークフィンガリングだったりするので、結構発音が緩くなってしまうんですよね。で、クリスタルフルートも、ある意味このバロックフルートとかと同じように、この半音で出にくい音っていうのは少し弱く聞こえても、それが音楽の一つとして聞こえると良いかなと思うんですけど、なかなか現代の曲ではね、そうもいかないことが多いので、かすれやすい音っていうのは、運指を自分なりに編み出してみるっていうのもね、一つの方法かなと思います。もしくはかすれやすい音に合わせて前後の音をあえてかすれさせるっていうのも一つの手ですね。なので、音色をある程度揃えてやった方が、現代の曲を吹くにはね、合ってるのかもしれないですね。その辺をこういじっていくあたりも、モダンフルートにはない楽しみがあると思うので、ぜひクリスタルフルートトライしてみてくださいね。それでは皆様、またね。